日本埼玉県所沢市小手差市町小手差市町は埼玉県所沢市の町名。現行行政地名は小手差市町1丁目から5丁目。郵便番号3 5 9 1 1 4二1所沢市の中央西部に位置し、小手差市地区に所属する。周囲の上洗い、山口、小手差元町、北の新町、北中、青葉台と隣接する。面積は 1> 約1.15平方キロメートル。小手差し駅を中心に団地や住宅地が広がり、北口側に1.2丁目が、南口側に3.4、5丁目が設置されている。町域の北部には砂川堀が、また南端には東川が流れている。面積内訳は以下の通り。住宅地の地下は2017年の工事地下によれば、 小手差市町一丁目13番25の地点で23万9千円平方メートルとなっている。今日の町並みは1970年に小手差市駅が開設されてから整備されたもので、町としての歴史は浅い。また近年には、所沢市の地区計画により、駅の北口から市道花水木通り沿いを中心に再整備されている。日本穂高の東西伝説で、 北の村の北の天神社で、戦勝祈願をし、小手をかざしたという伝承より、以来この一帯が小手差原と呼ばれ、南北朝時代には、日田義貞と鎌倉幕府との戦い、足利高氏と日田義宗との戦いと二度にわたる小手、差原の戦いがあり、さらに、北条時行と足利忠義との戦いにより、三度戦場になっている。左側に、 西部小手差しハイツ、右側に、京城駅舎の小手差し駅かつては、入間郡小手差し村、後、入間郡所沢町大和北野の一部であった。2017年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。小手差し立橋より、小手差し車両基地を望む小手差し公園で、保存展示されている D5118 地内には特に、 小手差し駅前の区画を中心に、計12カ所の公園と1カ所の緑地が設置されている。西友小手差し店私立小中学校に通う場合の学区は以下の通り。ありがとうございます。